地域新聞 TV。 動きそうです。不思議なものがいっぱいある。ジャンボちゃん止まらないよ。皆さんこんにちは、地域新聞編集長の広田瑞穂です。このチャンネルでは千葉県のおすすめスポットや、グルメなど紹介してますので、よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。そして本日は東金市の前越し展覧会にやってきました。ちょっとどんなところか、あの謎がいっぱいなので、とにかく見てみたいと思います。葉っぱこれ手作りだそうです。私の身長よりはちょっと小さいぐらい。結構ね、目は超リアル。動きそうです。入場は今のところ無料なんですけど、募金を募っております。早速見てください。釈由美子釈由美子がこれはどういうもの、お釈してくれるっぽい感じですけども、ふなりくんもいるし、ハロウィン仕様になってるっぽいですね。今はここはちょっとアメリカンな感じですね。スターウォーズとか M&M's とかコカコーラとか、いやスターウォーズが本当にすごい、すごい数で、あの値段ついてるやつは販売してるみたいですね。では館長のジャンボちゃんにいろいろとお話を伺ってみたいと思います。ジャンボちゃん、はい、こんにちは。よろしくお願いします。ジャンボちゃんです。すごいですね。なんかもうあのこの展示品の数とバラエティの豊かさというか、すごいびっくりしたんですけども、はい、ここをあの作った経緯っていうのは何がきっかけで始められたんですか？もともと雑貨販売をしてたんですけど、はい、で、まあ、ほとんど箱に入れた状態で眠らせてたんですけど、はい、まあ、ある時ちょっと伊豆の方行った時に、うん、すごいあのいろんなものを展示してるとこがあって、うんうんうん、でそれでまあ、ちょっと面白いなと思って、自分でもちょっと始めてみたいなと思って始めたって感じですね。これだけあの集めるのはどれぐらいのこう期間かかって集められるの？だいたい20年ぐらいですかね。で毎月のようにあのいろんな方から寄贈されたりですとか、あそういうのもあるんですね。自分で見つけてきて、ちょこちょこ物が増えてきてます。ちょこちょこっていうかもうすごい増え、もう展示しきれないぐらい、すごい量ですけど、狭いんで。今どれぐらい何点ぐらいあるかとかって分かる、分かります？数えたことはないんですけど、はい、多分1000点以上あると思います。ここはちょっとアメリカンな感じですか？はい、こちらの部屋はまあアメリカンの雑貨もすごい好きで、はい、でこういうマスクとかも好きで、うんうん、ちょっと変わったものが本当大好きで、ちょっと裏の方はちょっと昭和レトロな感じのものを。そうですよね、アメリカンから昭和レトロまで本当にあの珍しいものがたくさんあるんですけど、うん、スターウォーズやっぱ映画大好きで、好きなんですか？次集めてるうちにどんどん増えて、これはもうマクドナルドのハッピーセットですね。25年ぐらい前からちょっと食べて集めて、あ自分が食べて集めたんですか？このミッキーもすごい、なんか UFO 乗ってる、これは結構珍しいもの、ですよね。なんかかわいい。あとバックトゥザフューチャーのデロリアン、デロリアンだ、これもなかなかないもので、なんか2階もこれから2階今作ってまして、また違う展示を多分、はい、今後やると思います。まだまだあのパワーアップするんですね。展示しきれないです、うん、もうスペースも足りない。進化中ですね。進化中、まだまだまだ未完成で、未完成だそうです。これから2階も展示スペースが増える予定だそうなので、楽しみです。はい。ありがとうございます。じゃあちょっと奥も行ってみます。ここは昭和レトロな感じです。これ知ってます？ちょっと私初めて見たんですけど、懐かしい人は懐かしいのでは。やってみますね。
10円と100円、100円でせっかくなんでメダルが出てくるのかな。おおおお、メダル出ました。UFO ジャックの遊び方、狙う数字をボタンで選んでください。選んだ数字を狙ってパチンコ玉を弾くのだ。選んだ数字に入ると当たりでその数のメダルが出るよ。で、最初ちょっとじゃあ初心者なんで、きっとこの多いやつ難しいってことですよね。2、こりゃ、早めのアウト。0、終わり。難しいですね。そしたら1枚メダル入れます。じゃあちょっと多めにかけてみようかな。12、一番確率が高い2にします。で、ちょっとタイミングを見計らえばいいんだな。惜しい惜しい。これは2ならいける気がしてきたぞ。よし、当たるまでやる。押して押して、頭出して、飛んでない。タイミングなんだな。あ、このアウト。お願い。当たった。イエーイ、やったー、出てきた。パンプの止まったところの数だけメダルが出ます。またメダルが増える。やってみます。玉を弾き、いきます。おう、1枚。お、すごい単純。単純なゲームだ。もう一回やってみよう。いくぜ。あ、まだお腹いったぞ。1じゃん。また1以外出るまでやりたい。あっ、力を、あっ、あっ、まず終わりました。はい、これあのジャンボちゃんのオリジナル缶バッジ、100円でガチャできるんで、こんなもんいらねえ、でも記念にどうってあるんで、いります、いらなくないです。どうです。出ました。出ますよ。じゃらーん。かわいい。はい。つけました。ジャンボちゃん缶バッジ。この昭和のやります。10円、うん、金メダルが出たら景品と取り返します。景品なんだろう。すごいな、ちゃんとこれ動くの？いきまーす。あー、緊張する。一発勝負だもんな。全然飛ばない。あ、ここからもいけんのか。そういうことか。でも結構これ力入れないと上に行かない気がする。あ、お、アウト。アウトに入った。なんかかわいい。このワンコをポイってやってここに入れました。終わっちゃった。でも10円、金メダル欲しかった。でもパチンコやったことないんですけど、これこれこれ、パチンコ直してないですけど、直してないですけど。怖い。本当に直してニベアとかバファリンとかですね。ここ薬局ですね。アイドルゾーン、北島さんちゃん若い。
薬師丸ひろ子。怖いのよ、だからこの動物殺したのかな、何なんだろうな、この設定は。宇宙人ですかね。宇宙人が寝ていらっしゃいます。はい、ここが一番奥なんですけど、なんていうんですかね、なんかもう本当不思議な場所に迷い込んだ気持ちでしたけど、でもゲームすごい面白かったです。そしてね、こんなね可愛いアイテムもゲットしましたし、今なんかハロウィン期間中はそんなに怖くないお化け屋敷っていうイベントをやってるそうなんで、まあ、その時々でちょっと違った雰囲気もあるのかなと思います。はい、今日はありがとうございました。貴重なものを見せていただいて、とってもなんか意外とゲームに夢中になってしまって楽しませていただきました。形、これが出ました。結構種類あるんですか。多分6種類ぐらいあると思います。じゃあぜひ。10種類あるかもしれないそんなにあるんだ。ちょっと新作が入ってる。あ、新作が入るかもしれないので、皆さんコンプリートしてくださいはい、これから展示スペースもまだまだ増えるそうなので、楽しみにしております。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。またね。ありがとうございました。